はい、それではこのページでは4ビートと16ビートに挑戦したいと思います。真ん中あたりの注意書きにも書いてあるんですが、本来4ビートっていうのは4つに分けてるから4ビートなんですけど、ここではちょっと分かりやすくするためにわざと8個に分けて書いています。まず1番をやってみましょう。まずは右手で低音ですね。で、1回休んで、次は左手で高音で、1回休んで、次は右手で低音、もう一回低音で、左手で高音で、休み。8回に分けてやると 1,2,3,4,5,6,7,8 つなげてやった方が分かりやすいと思うのでやってみます。こういう感じですね。先ほどの8ビートと違って右手と左手が行ったり来たりしないので、ずっとこの位置なので比較的簡単だと思います。4ビート1番をドラムでやるとこんな感じです。それでは4ビート2番ですね。まずは右手で低音で休み、左手で高音で、次に右手で低音、もう一度右手で低音で、一回休んで、左手で高音。で、一回休む。つなげてやるとこうなります。ドラムでやるとこんな感じです。最後、4ビートの3番ですね。まず右手で低音。で、一回休み。左手で高音。で、右手で低音。で、休んで、右手で低音、左手で高音、で、休み。つなげて、こうなります。ドラムでやるとこんな感じになります。はい、次は16ビートなんですが、これは16個に区切ってます。まずゆっくり行ってみますね。最初、右手で低音から、左でタッチ、右でタッチ、左でタッチ。ここまでをつなげると、こんな感じですね。次は右手で高音。で、また左タッチ、右タッチ、左タッチ。そこまで8個全部つなげると、これを2回繰り返すだけです。ドラムでやるとこうなります。そして2番目は前半は全く一緒ですね。ここまで一緒です。次が右で低音、左タッチ、もう一回右で低音、左タッチで、また右で高音でタッチタッチタッチ、ゆっくりつなげるとこんな感じになります。ドラムでやるとこんな感じになります。3番目もあまり変わらないんですが、キックの位置が少しだけ前にずれ込んでくる感じです。まずは右手で低音でタッチタッチタッチ、次は右手で高音でタッチタッチ、次の4つ目の左手が低音になります。そこから先は今までと同じです。ゆっくりつなげるとこうなります。ドラムでやるとこうなります。